これはもう本当に日本の高度成長はあの時から始まりました。今ここで見えますけど、後ろにあの佃大橋がありますけれども、そのちょっとこの真下のところがあの渡し船の係留所だったんですね。あの橋なかったんです。オリンピックの年に佃大橋できたんですね。でよくこの川向こうにおじさんがいたもんですから、そこから渡し船で向こう行きました。それから初めて首都高速道路1号線が羽田までできましたし、それから私学校に通ってた時工事が始まったですけれども、青山通りがあの半分の幅だった。今結構広いですよ ね。あのオリンピックであそこまで倍にしたんですね。それからその当時は今にぎやかな表参道が、道順会アパートは右側にありましたけれども、本当に立派なお屋敷で夜は真っ暗でした。ああ、そうなんですか。今ちょっと考えられないですよね。もうその頃はセントラルアパートっていうのが、あの坂下の交差点に一軒明るいところあったぐらいで、あと真っ暗でした。ですからちょうどね、あそこは石津健介さんがバンジャケットを作りになって、ちょうど青山の山ですから、ここで商売スタートすると、いわゆるアイビーファッションですけれども、あれが渋谷の方、赤坂の方、こうやって下がっていくだろうというのをあそこで作ったらしいんですよ。うん、でこれ偶然ですけど、私会社やってますけれども、リスクマネジメントの会社ですけれども、ヴァンガードコーポレーションというんですけど、ヴァンガード、ヴァンと言いましたけど、ヴァンガードの前のヴァンだけ取ったのが石津さんなんですね。正式名称はヴァンガードなんです。これ偶然です。